今回は観葉植物のガジュマルについてご紹介させていただきます。まずガジュマルはこのように傷んでしまった場合の復活方法としては植え替えを行うことでも可能です。植え替えの目安は鉢底から根が出てきたら植え替え時期ですので5月から7月頃に行ってください。植え替えの方法は別の動画でもご紹介しております。またこのように春ごろに丸坊主にすることで樹形を整え再生することができます。次にガジュマルが伸びてきたら剪定を行いましょう。伸びた枝を切り揃え樹形を整えていきます。長く伸びた枝をカットすることで植物全体の成長を促す効果もあります。カットしますとカットした切り口からは白い樹液が出てきますので注意をしてください。あらかじめティッシュなどを用意しておき、しばらく切り口をティッシュで押さえておきますと樹液が出るのが止まります。ティッシュで切り口をしばらく巻いておいても効果的です。次に挿し木などでガジュマルを増やすことができますのでそのご紹介です。カットしたガジュマルの枝の下の方の葉をカットし、花瓶に合わせる形でカットしていきます。カット後は水を入れた花瓶に挿しましょう。花瓶に入れる水は発根促進剤のメネデールを混ぜておくのも効果的です。メネデールを混ぜておくことでカットしたガジュマルの枝からの新しい根の発生を促すことができます。では実際に数ヶ月前に水につけておいたガジュマルを見てみますと、このように白く新しい根がカットした付け根部分が出ているのがわかると思います。このように根が出てきたガジュマルは花瓶のまま楽しんでも良いですし、鉢植えに作り替えて楽しむこともできます。挿し木の方法としては、まず挿し木用の土を用意し、あらかじめ水で湿らせておきます。カットしたガジュマルの根元側の葉を2、3枚カットし、葉の先端2枚だけを残し、挿し木用の土に挿します。メーデールに挿す前に1日程度つけておくのも良いです。このように葉を半分に切っておくのも良いです。そうすることで根を作る栄養がしっかり確保され、発根が早まります。今回動画で登場したガジュマルを見ながらガジュマルについてご紹介です。ガジュマルは沖縄地方ではキジムナーという妖精が住むと言われており、縁起が良い観葉植物です。風水的にも良いとされる観葉植物ですので、ぜひリビングやオフィスの明るい場所で育てて楽しまれてください。最後に丸坊主になったガジュマルです。春頃から新しい根が出てきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。